白井都大駅ホームより、一番手前は玉川線下り線で、奥の上屋のかかった2線及びその手前の、計算線が白井都大車両基地。白井都大駅下り方の踏切より、左手に同駅の島式ホームが見える。右手の3線が車両基地。白井都大車両基地は、東京都府中市白井都大2丁目にある、西武鉄道の車両基地。 玉川線の使用車両の保守を受け持っている。玉川線白井都大駅に隣接している。線路は1番線から3番線までの3線があり、2.3番線の一部には、上屋がかかる。駅の下り方で本線から分岐しており、車両は下り方からは、直接、上り方からは、引き上げ線を経由し出入りが可能。設備概要あたり、車両基地の所属車両はなく、以下の車両が、 温泉系統から貸し出されて常駐している。以前は、駅から通しで番号が振られており、北側から1番線6番線、下り方の引上げ線が7番線とされていたが、近年見直された。2013年時点では、北側から駅3番線から1番線、車両基地1番線3番線となり、引上げ線は、駅4番線となる2020年までは、玉川上水所属であり、 後日の輸送の際は小手差しまで改装されていた。ありがとうございます。